幸せ上々、都城。こんにちは、都城市消防局です。今回はこのボックスについてお話します。それではみんなで学んでいきましょう。以前は消火器についてお話をしました。まだご覧になっていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ確認してください。一般的に消火器は炎が天井付近に達していなければ使うことができます。では炎がとてつもなく大きくなっている場合はどうするのか。そんな時こそ屋内消火栓です。しかしこれ使うの俺たち？これ使うのは消防隊やろ？ブー！これを使うのはあなたです。屋内消火栓は大きく分けて2種類あります。まずはボタンを押す、扉を開ける、次にノズルを取り出す、そしてバルブを開ける、そしたら火元に向かってホースを伸ばす、最後にノズルを開けて放水。チェックポイント。バルブとノズルを開くのを忘れずに。まずはボタンを押す。ボタンを押さないと水が出ないよ。そして蓋を開ける。先端のノズルを持って火元に向かってホースを伸ばす。バルブを開ける。ここで大事なポイントか。ホースをきれいに伸ばさないとうまく水が通りません。きちんと水を通すためにホースの折れをなくしましょう。さらにバルブを開くと水が勢いよく出てきます。水を出しっくやん。よかった。声をかけ合い、ノズルを持つ人の準備ができてからバルブを開いてね。あらかじめ職場や学校にある屋内消火栓が一人操作なのか二人操作なのか、ボックスの表示を見ておきましょう。最後に非常に大切なポイント。消火栓の前に物を置いたままの状態だと使う前に一苦労、いや超苦労。火事は1分1秒を争います。そんな暇はありません。テープで区画するなど物を置かない仕組みを作り、普段からすぐに使える状態を保ちましょう。都城市消防局予防課です。過去には屋内消火栓が設置されていたにもかかわらず、使い方がわからない、そもそも存在すら知らなかったという理由で使用されず、被害が拡大した事例もあります。万が一の際に使えるよう、今回の動画を参考に定期的な訓練と維持管理をよろしくお願いします。